皆様ご起立願います。皆さんおはようございます。ご着席願います。ただいまより本日の会議を開きます。この際ご報告いたします。本日の会議につきましては、報道関係者から議場内の写真、動画撮影等の申し出があり、辰野市議会傍聴規則第9条の規定により、議長において許可しておりますので、よろしくご留意お願いいたします。はじめに、本日の出席議員数及び地方自治法第121条の規定により、説明のため出席した者の職、氏名につきまして、事務局長から報告いたします。ご報告申し上げます。まず本日の出席議員数についてでありますが、本日ただいまの出席議員数は22名全員であります。次に地方自治法第121条の規定により、説明のため出席した者の職、氏名についてでありますが、お手元に配布いたしております名簿の通りでありますので、ご静覧願います。以上でございます。以上で報告を終わります。次に、今期定例会の会議録署名議員については、6月3日の定例会第1日に、17番、三木浩一議員、19番、角田勝議員を指名いたしておりますので、両議員よろしくお願いいたします。これより本日の日程に入ります。日程第1、一般質問を行います。通告により順次質問を許します。はじめに3番堀譲議員。おはようございます。通告に沿って質問をさせていただきます。新型コロナウイルス感染症の第4波は、東京、大阪だけでなく、全国に広がりを見せ、重症者も増え続けています。感染力が強く、重症化のリスクも大きい変異株の広がりも始まり、医療機器の下で入院も治療も受けられない患者が急増し、深刻な事態となっています。今ここに来て感染者数も減少傾向にあり改善がされつつありますが、油断は禁物です。ワクチン接種も始まりましたが、感染防止の社会的効果が得られるまでには一定の時間がかかると言われています。そして日本はワクチン接種が遅れているとも言われていますが、迅速な対応が必要です。ワクチン接種について、市では医療従事者、80歳以上の高齢者を優先し、その次に65歳以上、そして60歳から64歳の基礎疾患のある方と細かく取り組んでいただいていることにお礼を申し上げます。ワクチン接種の開始に伴って、全国では予約システムやワクチン接種について混乱が生じているとの報道がありました。市でも予約電話がつながらない、高齢者はネット予約が困難であるなど問題も生じています。その他、どのような混乱が生じ、どのように対処、改善されたのでしょうか、お聞きします。接種体制についても混乱が生じています。全国知事会の調査で、高齢者の接種7月完了の上での課題は、医療従事者の不足と、通常診療への支障を挙げています。千葉県の診療所は、土曜日の午後をワクチン外来にするなど、対応に苦慮しています。青森県では、医師の確保を政府に強く求めています。市内のワクチン接種に関する医療従事者は確保できているのでしょうか。次に、副反応の対策も必要です。接種後、15分から30分程度、待機してもらい、
経過観察をしていると思われますが、副反応が出た場合の対策はどうなっているのでしょうか。またその医療機関は確保されているのでしょうか、お尋ねします。また高齢者のワクチン接種を7月末までに完了するよう政府からの要請がありました。しかし多くの自治体では7月の完了は困難であると表明しています。安全第一を考えれば時間的余裕を持って対処していただきたいと思いますが、いつ頃の完了を予測されているのでしょうか。ワクチンの 数も確保されつつあります。そして最近の感染者は若い人にも多いことから、若い人へのワクチン接種も必要かと思います。16歳以上の方の接種についてはどのように対処されるのでしょうか。どのようなお考えでしょうか。またワクチン接種に関して今後の課題をどのように見ておられるのでしょうか、お聞かせください。次に補聴器の助成についてお尋ねします。厚労省は難聴になると認知症のリスクが高くなると発表し、国の新オレンジプラン認知症施策推進総合戦略に認知症の危険因子の一つであると盛り込みました。今全国で高齢者への補聴器の購入費の助成が広がりつつあります。市はどのような対応をしているのでしょうか。次に国の補装具士の支給対象は重度難聴者で新商手帳の所持者となっています。しかし軽度の難聴者であっても認知症のリスクは2倍になると言われています。今各自治体で取り組まれているのは中度の難聴者への支援制度です。市は今後どのような対策をお考えでしょうか。以上よろしくお願いします。以上、管理官。危機管理官。3番堀譲議員のご質問のうち、1点目のご質問の新型コロナのワクチン接種についてお答えいたします。まず1番目のご質問、予約システムに関しどのような混乱が生じ、どのように対処したのかについてでございますが、議員ご承知のとおり、本市におきましては65歳以上の方を対象としたワクチン接種の予約を5月14日から開始いたしました。予約方法につきましては、集団接種の予約においては予約の集中を防ぐため、80歳以上、70歳以上、65歳以上の年齢別に予約開始日を分けるとともに、コールセンターでの電話予約、ウェブ方式による予約と2種類の方法で対応し、個別接種では直接医療機関において対応していただきました。ワクチンの配分を考慮した上で、対象者の約7割を集団及び個別接種の予約枠として用意し、電話、ウェブでの予約割合を半数ずつとして、市民の皆様が公平に予約できるように配慮したため、コールセンターにつながりにくい時間帯は生じたものの、一日中コールセンターへの電話がつながらない、ウェブでのサーバーがダウンするといったこともなく、大きな混乱は生じませんでした。次に2番目のご質問の市の接種体制の状況についてお答えいたします。現在高齢者対象の接種は市内30カ所の医療機関での個別接種及び公共施設8カ所と医療機関3カ所での集団接種を辰野市イボ郡医師会の全面的な協力のもと実施しております。今後は接種の一層の加速化が求められる中、64歳以下の方への接種につきましては対象者約4万5000人と高齢者の倍近くとなり、辰野市イボ郡医師会の医師看護師の協力だけで進めていくことが難しいため、医療歯科医師会への協力と市独自の医師及び看護師の確保により体制の充実を図っているところでございます。次に3番目のご質問の副反応の症状が出た人への対策についてお答えいたします。集団接種会場におきましては、接種後のアナフィラキー症状などの副反応が出た場合は予診医師接種看護師により対応できる体制としており、救急機材や
救急薬品も会場に準備しております。接種後は15分もしくは過去に予防接種でアナフィラキー症状等があった方は30分間保健師・看護師が状態観察するとともに、接種された方が接種後の注意のチラシを配布し、早期の異変に気づけるよう対応しています。また集団接種会場及び医療機関で救急搬送が必要となった場合は、辰野市イボム医師会から事前に協力要請した辰野市民病院及び辰野中央病院、徳永病院で対応していただく体制のもと接種を行っているところでございます。次に4番目のご質問の完了時期についてお答えいたします。高齢者の方への接種につきましては、5月31日時点において2万555人の予約を受け付けし、予約完了率 84.1% となっており、6月15日からの集団接種の第2次予約受付において、総計2万3000人、予約率 94% を見込んでおります。また、6月末時点では、1万1500人の方が2回目接種を終え、個別医療機関の協力もいただき、7月末には高齢者の方への接種が完了する予定としております。次に5番目のご質問の16歳以上のワクチン接種、今後の方についてお答えいたします。まず、60歳から64歳の方、および基礎疾患を有する方、約8200人につきましては、当初予定を前倒しして、7月1日から予約受付を開始し、7月3日から接種を始め、8月中に完了する見込みで計画中であります。その後、59歳以下の方を対象とした一般接種は、集団接種を軸に接種の加速化を図ってまいります。今後の課題といたしましては、12歳から15歳までの接種のあり方をはじめ、集団接種会場では、医療従事者等の人材確保が一番であり、次にキャンセル者発生に伴う薬剤の有効使用やキャンセル者の接種機会確保が挙げられます。いずれにいたしましても、辰野市イボム医師会と実施日程、実施方法等を協議しながら、本市の接種完了予定を10月末とし、その体制整備を図ってまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。健康福祉部長。引き続きまして、2点目のご質問の難聴者の補聴器の助成についての1番目の高齢者への補聴器の購入費の助成の対応についてと、2番目の中度の難聴者への支援制度の今後の対応については、関連がございますので、一括してお答えいたします。議員ご承知のとおり、加齢性難聴者を含む難聴者のうち、身体障害者手帳の交付を受けている方につきましては、障害者総合支援法に基づき、補聴器の購入に対しまして、補装具費を支給いたしております。また、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽中度難聴者のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間であるものにつきましては、辰野市軽中度難聴時補聴器購入費等助成事業に基づき、両耳とも聴力レベルが30デシベル以上、70デシベル未満の身体障害者手帳の交付の対象とならない方に、言語の習得、教育等における健全な発達を支援するために、兵庫県の補助を受け、補聴器等の購入費助成を行っております。加齢性難聴者を含む難聴者の補聴器導入助成につきましては、加齢性の難聴によって日常生活を不便にするだけではなく、社会活動の減少やコミュニケーションが困難にし、うつ病や認知症のリスクが上がるという研究もなされており、兵庫県議会においても平成30年12月に公的補助金制度の導入について意見書が国に提出されているところでございます。いずれにいたしましても、本市といたしましては、加齢性難聴者及び中度の難聴者に対する助成につきましては、対象者の範囲が相当広くなることから、現時点では市単独での実施は困難であると考えておりますが、引き続き
国県の動向を十分注視し対応してまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。堀井泉議員。ワクチン、本当にご苦労様でした、ご苦労をかけたと思います。で、最初ですので、みんながこう集中して、電話をかけたりとか、予約の方法をいろいろかけたと思います。で、ある人なんかは高齢、特に高齢者が対象ですので、高齢者の方々は、やっぱり戸惑いがあったとようです。で、集団検集団とから個人がありましたね。で、集団の場合はコールセンターに中心にそういうところからなんですが、なかなかこう電話がつながらないところで、ある人なんかは、いや、近所のお医者さんがやってるということを聞きつけて、そこへ申し込むと、かかりつけ医でないので、こう断られたとかいうような状況があったりして、最初はこう本当にこう混乱をしていました。しかし、今、落ち着いてきているというのも実感しています。で、私事ですけども、ちょっと様子見で、ちょっとなかなか予約をしてなかったんですけども、6月中頃に予約をしました。するともうすぐコールセンター電話つながりましたし、それから空いてる日もどこでいつでも空いてますよということで、こちらの自由な時間を予約することができました。だから、最初は大変、どちらも、予約をする側も、予約を受ける側も、大変なこう状況で、それぞれに、戸惑いがあったりしたんだと思いますが、今、落ち着いてきております。本当にこう、役所の皆さん、関係者の皆さんにお礼を申し上げたいと思います。で、接種の状況なんです。で、先ほども、報告がありました。ちょっと確認をしたいと思うんですけども、予約率なんですが、84% とか予約率 94% とかあったんですが、これ、年齢的に分けて分かります、分からん方も多いんです、大体のことで、例えば80歳以上はこれだけも予約してます、あるいは65歳以上はこの程度ですと、もうはっきりした数字はなくてもいいんで、もし分かったら、危機管理官。年齢別のですね、予約の方はちょっとデータの方は把握しておりないんですけども、接種者には大体、把握、現時点ではどれぐらいの年齢が接種されているかのは分かっています。で、予約につきましては、まず、特に集団接種と個別接種を分けておりますので、個別接種の年齢別というのは、もう医療機関のお任せしておりますので、分からないということで、全体把握は難しいかなと思っています。はい、堀江泉議員。今言われて、それから前ですけども、副市長からの方からも、個別接種の部分については、なかなかこう国へ行って、それからこっちへ入っていくのは、ちょっと時間が要するというような説明もありましたので、なかなか確かな数字というのは分かりにくくは分かりませんが、多くの方が、接種をしていただいている、予約をしていただいているという状況になるんですけれども、接種をしない人の状況なんですね。で、もちろんこれは接種は自由ですので、接種をしなければならないという状況ではないんですけれども、その接種をしない人の中には、やっぱりワクチンに対する不安もあるんじゃないかなと思うんですね。で、その不安を取り除くためにも、ワクチンの情報、提供が必要であるかと思うんですけれども、ワクチンについての情報提供はどのようにされていますか。管理官。はい、まず、個別の通知書というか、接種券を送付しましたときにですね、ファイザー製のワクチンであれば、こういう状態が考えられます、それから接種後の、副反応についても、こういう状態が見受けられます。そういうようなことを文書でお知らせしております。合わせまして、市のホームページ等におきましても、Q&A 方式におきまして、詳細ではないんですけれども、こういう症状の場合は送りますよと。で、特に心配な方につきましては、かかりつけ医の先生に相談していただいた上で、判断していただけたらという形での案内通知も入れておりますので、その辺はできることはやっているという形でよろしくお願いしたいと思います。堀井泉議員。
新聞なんか見とっても、その副反応と言われる部分についても、報告の中では、確かにその注射したところの部位の腫れがあったりとか、あるいは筋肉痛があったり、あるいはまあ発熱、頭痛もまあたまにあったりすると、他倦怠感もあったりするようですが、決してこう重症化している状況ではないということでした。でこのワクチンについては、まあ、それなりの効果があるということで、変異株についても効果が多少なりともあるというような状況が報告がありました。ですから、まあ接種をしない方々にもそういう不安をより取り除く方法を手立てをしていただいて、より多くの人たちが受けていただけたらなというふうに思います。で、これもテレビでも、まあ、今マスコミでワクチンのことがとかコロナのことがずっと報道されていますんで、専門家のコメンテーターの人たちの話も聞いておりましたけれども、副反応についても世界でも今大体20億人の人が接種されているようですね。でそれももう1年以上経っていて、そういう簡単なちょっと、症状の軽い報告はあるけれども重症化重度の副反応が出たというような報告はまだ受けてない。で、これからないとは言い切れないけども、まあ、出たところで数が本当にこう少ない状況なんじゃないかな、それなどからそれなりにワクチンの効果があるんじゃないかなというふうに言われております。そして、そのワクチンの接種なんですけども、これもその先ほど言いましたけども、社会的に効果が出てくるということは、やっぱりより多くの方々がワクチンを接種していただいていることによって、そのワクチンの効果というのは、重症化を防ぐという効果があります。それから、感染を防げる効果も多少あります。だからそういう状況の中で、より多くの方々に受けていただくことが、その地域といいますか、その集団の中での、効果が出てくるんじゃないかと思います。だからワクチンを接種していない方にもより多く受けていただくような対応も必要じゃないかと思うんですが、どうですか。管理官。危機管理官。はい、議員おっしゃるように市民の方が希望される市民の方がワクチンを接種していただくことによって効果は出るというふうに私も思いますし、それからはっきりしたあれではないんですけど、まあ、集団免疫とかいう表現もされておられます。で、それが、まあ、学者の発表なんかによりを見てますと、まあ、60から70%とか、70から80とかいう形を、ワクチンを接種することによって、集団免疫的な効果が発生するので、そういう感染が抑止されるというふうに言われておりますので、やはり担当部局としましては、市民の方にワクチン接種を希望される方は、ワクチン接種を受ける提供ですね、場所を確保していき、スムーズな運用をしていきたいと思っております。これ、伊豆の議員。ぜひ、まあ、お願いをしたいと思います。うん、そして、その、ワクチンの効果もそれなりにあります。それから、きのう、副市長の中では、その、ワクチンの供給の問題で、今はファイザー社なんですが、モデルナ社が入ってくる可能性もあるという話もありましたけれども、これについても、効果については、発症の予防効果については同じような効果だというふうに、専門家の声があります。ただ、副市長も、きのうも言われて心配してられたのが、対象年齢がちょっと違ってくるんで、そこにちょっと問題が あるかなというようなことだと思いますが、効果についてはそう変わらないというような、の報告がありました。で、まあ、接種完了の時期、まあ、今の段階で別に、まあ、7月末までに高齢者はということでしたから、まあ、今の報告の中でも、まあ、8月ぐらいには大体終わるような状況もあって、それから、まあ、以前には10月ぐらいには完了するというような報告も受けています。で、まあ、早くせえということではないんですが、まあ、急ぐに越したことはないんですけれども、やっぱり安全が第一ですので、もう無理をしないで、それこそ時間を計ってでも安全に接種をしていただける体制を取っていただきたいと思いますんで、あんまりこう完了時期にこだわらないでいただきたいなと思うんですが、その辺どうですか。副市長。昨日もお答えいたしましたけれども、いわゆるファイザー社とモデルナということなんですけれども、今発送しにワクチンが到達するというのは8月の上旬、8月1日までしか来てないんですね。
で、最近の厚労省の通知では、ワクチンはファイザーの部分はですね、若干不足して、後半にはモデルナになるということを示唆されています。ということは、我々は他の市では9月までというふうに言われてますけれども、あれはあくまで供給がファイザーでそのまま続いた場合を想定指定されておりますけれども、私どもはそういう通知に基づくと、一定の段階でファイザーからモデルナに変わることを想定しなければならない。一旦1回目をファイザーを取って2回目はモデルナというわけにいきませんので、どっか区切りを持たなあかんということですね。で、今、お年を召したかったから順番にこうやっています。で、今後もそういう当面はやると思いますけれども、モデルナはいわゆる12、15とかダメなんですよね。ファイザーでなければならない。だ途中でもう中間の方々がちょっと遅くなってモデルナの方向になる可能性もあるわけです。だからあんまり早うにこの接種枠のやつを出せへんから、接種券はできるだけ早く配りますけれども、予約の受付はちゃんと確保できることを、この最初の老人は全部潤沢くぐること分かってましたから、どんと行きましたけれども、一応8月までは行けますけれども、9月の段階では、ちょっとその確保が見えた段階で、この年齢層にやらなあかんなという、非常に微妙な操作をしなければならないということで、一応、私どももう9月、他の市長と一緒に9月まで完了というふうに言いたいんですけれども、こういう不安定な供給の状況の中ではですね、なかなか言いづらいということで、とりあえず10月末までということで、今現在はさせていただきます。で、我々は市民の健康が一番大事ですので、ファイザーがモデルナになるとなればですね、会場もちょっと考えていかなきゃダメだろうし、そのあり方も変えていかなきゃダメだろうし、で昨日もまあ12、15の方々の打ち方も考えていかなければならないだろうし、だそういったことを含めてですね、もう時点時点で最適な方法を選んでですね、やらせていただくと。決まったら通りにやるんだという今方法なんですけど、そうじゃなくてですね、時点時点の最良なことで、市民の皆さんの安全を確保しながら、できるだけスムーズに接種をしていくと。で、最大限行政がやれることは、人員を確保して、お医者さんを確保して、最大限、努力すると。これに尽きるということですので、一生懸命やりたいと思いますので、よろしくお願いします。以上。ありがとうございます。はい。本当にこう、市民の皆さんの安全が第一ですので、だからもう本当にこう、期限を、に急ぐんではなくて、そういう、供給とも見回しながら対応をお願いをしたいと思います。で、今言われた今度医療従事者の確保なんですね。で、今のところ2連といいますか、その集団会場については2連でやってくれ、もう3連すると、もう1人お医者さんがいるということになったり、それからそこに対応する看護師さんなり、あるいはまた職員の方々もいろいろといるわけなんですけれども、その辺の3連になった場合でも、医師の確保は可能なんですか。危機管理官。今現在、木曜日と土曜日、日曜日につきましては、司会者、失礼しました。医師会の協力のもと、集団接種を行っております。で、昨日も副市長が申し上げました通り、加速化するという意味で、毎日できる体制を構築しようということで、医師の確保に当たりました。市長以下、いろいろな人脈を駆使させていただきまして、医師の方については6名、それから看護師につきましては20名、確保ができたということ、合わせまして、医療歯科医師会、への協力依頼をさせていただきまして、接種体制の充実を図り、毎日、それから勤労者世代が今後、接種されるということでありますので、夜間での接種体制の構築も検討し、実施していきたいというふうに思っております。歯科医師も含めた今のところは、そういう確保ができている状況です。で、しかし、そのお医者さんにとってはね、あるいは医療従事者、看護師さんを含めた医療従事者にとっては、大変な状況になります。先ほども言いましたように、個別接種のところは、その通常の診療に影響させないようにしている、苦慮されているところもあったりします。それから、お医者さん、医者なんですけども、もう、時間外労働、こんな当たり前になってしまっている。それから、もちろん、職員、看護師さんも含めてなんですけども、そういう方が多いというふうに聞きます。で、もちろん、
自治体としてはね、まあ、医師会の中で、あるいはその、病院の中でのそのお医者さんの対応になってくるんですけども、自治体としてね、そういう、通常診療に支障がある、あるいはそのお医者さんの時間外労働的なとこ部分についての、あの市としては財政的支援は考えられてますか。危機管理課は、はい、あの国が示してますあの時間外手当というのは、まあ、あの基本、まあ、7500円というベースなんですけれども、まあ、それを上回る形で、まあ、あの今現在、協力していただいておりますので、その分は充足していると考えております。はい、譲る議員。まあ、医師会の皆さん、本当によくしていただいてますんで、少しでも負担を軽くしていただけるように、またお願いをしたいと思います。で、今度その、若い人たちの接種になりました。ワクチンの種類によって、モデルナになってくると18歳以上、ファイザーはまあ16歳以上となっていますが、まあ、その辺の年齢の問題があるので、なかなかこれからのなんか入ってくる、ワクチンによってまた対応を考えていく必要があるんじゃないかと思います。で、細かい部分についても、年齢何歳からはいつもから予約するというような資料も作ってもらったりとかしてますんで、まあ、そういうふうに対応を、細かくお願いしたいと思うんですが、もう一つは、昨日もちょっと少しあったんですが、職種の問題です。職業の、職業によって、どういう人たち、そういう人たちを優先する必要があるんじゃないかというのが、まあ、人と関わる仕事をされている方ですね。例えば、学校の先生とか、保育士さんとか、それから、市民の窓口である公民の皆さんもそうだと思うんですけども、そういう人たちへの接種の対応はどうなりますか。管理官。はい、当然これから60、64歳、プラスそれから基礎疾患で、ある方に準ずる形で、そういうエッセンシャルワーカー という方につきましては、枠を設けまして、順次、接種をしていきたいというふうに思っております。まあ、そういう人たちも早めにお願いをしたいと思います。それから次はまあ、副反応の出た場合には、まあ、もちろん看護師さんなり、保健師さんなりがその現場におられて対応していただくわけなんですけれども、そして、市民病院とか中央病院などへの搬送などもその考えているということでした。で、これはもうそこのそういう、副反応の専門医療機関としての位置づけなんですか。いかにか。その3病院につきましては、二次救急という形で位置づけておられますので、そちらの方でお願いしております。今のところ、まあ、そういうところに搬送するような状況はあるんですか、ないんですか。機関理官。搬送歴を確認しますと、まあ、3件ございました。程度がどの程度かちょっと分かりませんけど、まあ、そういう対応もぜひしていただきたいと思います。で、まあ、県の方に言うと、副反応の医療専門機関を中核都市に設置するようにしているというのをいただきました。まあ、中核都市で言いますと、まあ、姫路市になるのかなと思いますけども、まあ、辰野市はそういう3つの病院で対応していただいているということなので、まあ、そこで今のところはいけてるのかなと思います。で、次に職場の集団接種について。で、昨日も副市長の方から、ダイセルがそういう準備をしている事業者の、しかし、その事業者が、スタッフといいますか、医師なり、看護師なりはもう準備せなあかんという、あるいはもう1000人規模以上だということでした。まあ、これはもう、こういう規定で今、集団、職場接種は取り組まれているんですか。ちょっとその辺が分からない。危機管理官。はい、その通りでございます。で、辰野市では今、そのだけなんですけれども、これからはそれこそそんな1000人以上いたらかなり大きな企業になってきますし、それ以上の事業所、それ以下の事業所だって、まあ、同じような状況じゃないかなと思うんですけれども、それについてはもう1000人というのは、もう規定があるんですか。市長、ご承知の通りですね、職場職域接種というのは
商工会所商工会がですね、窓口になって厚労省に申し出るというような形になっているんですけれども、先般というか、おとついですね、商工会の所の酒井専務と斉藤事務局長が来られましてね、中小企業の従業員の方々から何社か集めてですね、1000人以上の枠を持って、やったらどうかということで、辰野市、なんとかしてくれませんかと来られました。であくまでも職域接種、今、議員がおっしゃったように、自分のところで医療スタッフを整えて、会場を整えてということになりますので、辰野市としては、でご要望としては、辰野市の集団接種の中に職域を入れてくれと、辰野市が用意したお医者さんで、なおかつその医療スタッフでやっていただけんかなというようなお話がございました。で、職域接種はでモデルナなんですよね。で、職域接種するのは早くしないと意味がないということで、できたら早いうちにやりたいとおっしゃったわけですけれど、これはやっぱりなかなかちょっと商工会議所さん申し訳ないけれども、それはちょっとできませんと。この職域接種というのはあくまでご自分たちで医療従事者を確保してということになりますので、そういった意味においてはですね、辰野市の集団接種では一緒にできませんと。他にどんな方法がありますかというお尋ねがございましたので、まあ、大成さんは大企業ですので、まあ、ご自分のところで多分網干工場でやられるというふうに聞いてますから、そこに一緒に加入させていただけませんかという申し込みとか、そういうことは考えられませんか。あるいは姫路のアリーナなんとかというところ、ちょっと忘れてしまいましたけど、そこのところに行く集団で行くんですか、バスを仕立ててですね、申し込みされて行くという方法もありますよと。で、私どももう職域接種というのは加速していただきますと、住民の皆さん、我々の負担も減るということで加速するわけですから、ぜひともこうやっていただきたいというふうに思うわけですけれども、市が全部任されてやるということはちょっとできませんというようなことでお答えしたようなことでございます。で、市としてはあくまでもできるだけ早くですね、接種券を配布させていただいて、ご希望によっては東京あるいは大阪姫路の大規模会場等行ける手段をですね、行ける、まあ、そういったことをですね、手配してあげるというのが一番我々としてはできることなのかなということでございますので、職域接種ということに意味においては辰野市が今もう精一杯やっておる状況でございますので、そこまでちょっと手が回るかと言われれば回りませんし、その職域接種の原則から言いますと、やっぱり企業で考えていただくというのが本則ではないかなというふうに思います。議長、これいずれにいろんな状況がありますので、まあ、先ほど言いましたように、やっぱり多くの人たちにワクチンを接種していただくことが、集団的感染力を防ぐ一つの大きな方法じゃないかなと思いますので、またそれぞれの中での対応をお願いしたいと思います。コロナ感染拡大の第4波が到来をして、緊急事態宣言が延長拡大されるなど、住民の暮らしは深刻さを増しています。感染防止の上で、ワクチン接種は極めて重要な対策です。しかし、ワクチンは万能ではありません。他の対策と一体に進めることが、感染を封じ込めることにつながります。自治体関係者の皆さんには大変ご苦労をおかけしますが、命と暮らしを守ることにご尽力くださいますようお願いして、次に移ります。次に、補聴器の問題です。で、いろいろな政策、採択もあるということです。で、まず、我々もなかなか知る機会がなかったんですけれども、難聴と認知症の関係が、私も不勉強で、なかなかそこがつながらなかったんですけど、難聴と認知症の関係はどのように認識されているでしょうか。健康副支部長。議員もおっしゃっておりましたように、平成27年に国の方が出しております認知症施策の、推進の総合戦略、新オレンジプランというものの中にですね、認知症の危険因子に難聴の記載があるということで、でそれにつきましては、今現在国の方でもいろいろとこう関連を調べているということで、そういう記載があるということでの、危険因子の一つであるという認識は持っております。ハリー・ユズル議員。この機会にちょっといろいろなオレンジプランとかの調べてますが、やっぱりこう難聴と
あの日常との関係というのが、なんとなくこう分かってくれるというか、どんなことかと言いますと、難聴が進行するにつれて、やっぱりいろんな影響が出てくるという、でまずあの周囲からの情報量が絶対的に減少します、それからあのその結果、他人の言っていることがなかなかこうあの聞き取れないということで、会話がうまく成立しないという経験を繰り返すことによって、周囲との関わりを避けるようになってしまう。そして、だんだん社会との交流が減少し、精神的健康にも影響を与え、認知機能の低下をもたらすこと、そういうふうにあるんじゃないかというのが、このオレンジプランの中での見解なんです。まあ、言われてみると、そうかなと思います。で、あの、いろんな、まあ、聞き取りにくい、だから、うん、いろんな情報はやっぱり耳から入ることが多いです。で、あの、まあ、難聴になったからすぐ認知症になるというわけではないんですけども、まあ、社会との関わりが減ったりすることで、あの、認知機能に影響が出る可能性が大きいというふうに言われております。で、昨日、たまたまなんですが、テレビ見てまして、NHK の、所さん大変ですよというのに、見てたら、あの、難聴のことじゃないんですけども、イヤホンで、で耳が、イヤホンにこう細菌がたくさんついているんだというようなことをしてまして、で今の若者たちも、もうイヤホンさしてこう歩き回ってるんですね、わからないんですけど、その状況が。で、することによって、でそれもあの昔のイヤホンじゃなくて、今のはイヤホンはいいイヤホンなんで、こう密閉式になるんですかね、そのことによってこう細菌が増えやすいんだという。でまあ、音楽を聴いているんだとは思うんですけども、まあ、ボリュームを大きくして聴いている。だから、若い人たちにも難聴が今、多いというふうに言っていました。だから、あの、そして、その難聴というのは、まあ、聴力、聴力はどんなことかというと、あの、危険察知の能力が大きいそうですね。だから、まあ、人間の五感の中でも、まあ、視覚、それから見る方ですが、見る、聞く、聴覚、まあ、味の味覚、それから匂いの嗅覚、それから触覚とある中でも、やっぱり、聴覚というのは、やっぱり大きな意味があるようです。ですから、本当にこう、あの、なんとか、こう、聴力の、に衰えがある人たちについての対応というのも大事になってくるんじゃないかなと思います。で、あの、支援制度。いろいろあるわけなんですが、あのまずあの国の支援制度があります。これはまああの、先ほどの説明もあったんですけれども、重度難聴者について補装具費の支援ですか、援助というのがあるんですが、それはどういうものなんですか。健康福祉部長。あの、まあ、国の方におきまして、あのまあ障害者のための補装具の、まあ、あの補助というものがございます。で、金額にしましょう、まあ、かなり補聴器についてはあの金額が、まあ、高いものもございますけれども、あの国の、補助につきましては、まあ、あの手帳、障害者手帳を持っておられる方になりますけれども、まあ、4万円ぐらいからですね、まあ、13万7千円ぐらいまでの、まあ、範囲での補助があるということでございます。はい、譲る議員。まあ、この人たちはまあ重度の障害者、重度の難聴者ということで、まあ、あの身体障害者の認定も受けておられる方ということで、まあ、国の方ではこういうふうに。で、今、あの部長言われたように、高額らしいですね、その我々も全然しなかったんですが、この補聴器というのは高額で、昨日もそのさっきの、所さんのテレビの中でも、あの昔の補聴器ってまあまあこう見えるような状況ですけれども、お年寄りも、まあ、僕らもお年寄りなんですけども、あの補聴器つけているのは格好悪いからこう 見えるからというんですが、もう今、もう見えないような、もう中へ入れてしまうような補聴器もあるようです。で、おそらくまあ高額なんじゃないかなと思います。で、そういう高額のために、なかなかこう、買うのがつらい。で、耳が聞こえないことは本当は大変なんやけども、まあ、そんなに、どないでもあるか、日常にそんなに大きな、重い影響があるんですけども、本人にとったら、その、ないことでなかなか買えない状況があります。で、あの、まあ、いろんなところで、今、支援制度が始まっています。で、またちょっと後で、あの、辰野市の状況も今ありましたんで、ちょっと聞きますけども、他のところをちょっと紹介しますと、明石市が2021年、今年やね、今年度からですけども、あの、医師が必要と認めた65歳以上の高齢者に上限2万円。
それから静岡県の、長泉町、これ長いと泉と書くんですが、調べたら長泉でした。これは2013年に市の担当課がこういうの必要なんじゃないかということで、起案して制度化したのがあるんです。これも65歳以上で購入金額の2分の1、上限3万円。それから千葉県浦安市、これはもう古いんですが、1995年開始で、診証手帳を持ってない人の65歳以上、もちろん医師の証明が必要です。それから東京の新宿区、70歳以上で中程度の難聴者、もうこれも重度難聴者を除いて、これは現物支給だそうです。それから東京の千代田区は、診証手帳を持っていない人で、医師の、もちろん医師の意見書が必要です。で、いうようなことで、いろんなところで、始まってきている、まだその広がりはまだ小さくは分かりません。しかし、難聴というのは、本当にこう大いろんな影響があるということでした。で、もう一つは、その補聴器も、先ほど高額だと言いましたが、片耳じゃなくて、両耳用が必要なんだというふうに言われています。で、聞こえたらそれで違うかなと思うの、そうじゃなくて、これもありましたが、片耳ですと、聞こうとこう努力しなければならない、それ聞き取ろうと努力するわけですね、そこにやっぱりこう負担がかかる。だから両耳だと、バランスよく聞こえるので、負担が軽減される。例えば片目だけでものを見るのを使いやすいのと、それと似ているんじゃないかというふうな、書き方をしています。それから両目でもそうですけど、それから両耳が聞こえるということは、方向感覚とか距離感がつかみやすい、でそういうような状況があります。で、聴力は、聞き取る力なんですけれども、聞き取り能力というのもあるんですね。これは言葉を正しく聞き分ける力。そのためにはやっぱりよく聞こえる方がいい、そのためにも両耳が必要なんじゃないかというふうに言われておるんですけども、両耳については検討何かありますか。健康福祉部長。議員おっしゃってるように、確かに片耳ではなかなかそういう、例えば18歳未満の場合でしたら、言語の習得とか教育等に支障が出るというようなことで、確かにそういうことを思うと必要かなというふうには思っておりますけれども、基準としましても、両耳とも30デシベル以上、70デシベル未満の身体障害者の対象にならない方に対しまして、補助をしているという教育がございますので、その辺の認識は確かに両耳の方がということは思っております。ハリユーズルゲーム。それから今言われた、その18歳以上 の, その制度ですか、辰野市のやっていることについて、もうちょっと詳しく説明してもらえますか。健康副市長。18歳未満。あ、未満。はい。辰野市におきましては、18歳未満の、ちょうど18歳になられた、3月31日までの方でございますけれども、辰野市軽中度難聴時補聴器導入助成事業ということものがございます。で、これにつきましては、兵庫県の補助を受けまして、市と県とで、2分の1ずつの補助になりますけれども、一応4万円から、10万円まで、その間の補助金に対しまして、そういう10万円から10万円までの間で補助をしているという制度でございます。そういうふうなあるのも知らなかったんで、辰野市もそれなりのことは持たせていただいておると思います。それ以上の高齢者の中度から軽度の難聴者の人にも対応をお願いしてる。で、ここでもう一つこう問題になってくるのが、難聴かどうかの自分でなかなか気がつかないんですね。私もテレビ見とったら、音が大きいと怒られるんですけれども、そんな大きいしてるつもりはないんですけれども、なんか聞き取りにくい、音が大きい。で、小さくしたら聞こえないんじゃなくて、さっきあったように、聞き取りにくい、その言葉をしっかり聞き取ろうと思うと、どうしてもボリュームが大きくなったりして、で、特に、高齢者の独居老人の方、お一人でお住まいの方は、人と関わることがないので、なかなかそれが聞き取りにくいとか、そういうのが分かりにくい状況があります。で、今取り組まれているのが、この成人健診の中で、聴力検査もこれからは必要になってくるんじゃないか、あるいは高齢者の人には聴力検査も
していく必要があるんじゃないかというふうに言われているんですが、それについてはどう思われますか。健康福祉部長。はい、今現在行っております市民相互総合健診につきましては、例えば職場で行っているような労働安全衛生法に基づく、健診ではございませんので、聴力検査というのは対象になっておりません。で、そういうこともございますので、今のところはちょっと特に考えてはございません。だから耳が聞き取りにくいというのは、相手の声なり、あるいは何かの情報なりが耳に入ろうとして、それが聞き取りにくいということで感じることができるんですけども、一人で何も話をすることもない、何も情報があっても、この程度かなというような感じで思ってしまうと、音が小さいんかな、それで終わってしまう状況があります。で、やっぱり先ほども言ったように、難聴がこう進行することによって、いろんなところに弊害が出てきます。で、認知症のようにもつながっていく可能性があります。だからそういう意味でも、成人検診の中で、聴力検査といったところでそんなにこう費用がかかるというものではないと思う、子どもの時代、学校では聴力検査していると思うんですけども、小さい子どもの、だからその程度の聴力検査をするのに、費用的にもそう問題にあるんじゃないかなと思うんですけども、もちろんその健康保険なんかの中に規定には入ってないんだろうと思いますけども、これを特需で入れるということもできないかなと思うんですが、どうですか。以上、健康保険。もう先ほど申しましたけど、例えば職場でございましたら、そういう労働安全衛生法に基づいて、確かに聴力検査がございます。それから我々も人間ドックとか、そういうところで受けておりますけど、その中にも確かにございます。で、市民総合検診のはあくまで昔でいうそのメタボ検診というような形で行っておりますので、なかなかその、費用的なことをちょっとおっしゃられておりましたけど、ちょっとどれぐらいかかるかというと、機械いろいろこう揃えるというようなこともございますので、今のところは特にやっぱ考えてございません。それからもう一つ忘れてましたけども、補聴器なんですけども、補聴器をこうつけたから言って、それでもう終わりではなくって、補聴器の調整をする必要があるって聞いたんです。だから追跡調査、これも補聴器どんなものかよくわからないですけども、聞き取りにくかったらもうちょっとボリューム上げると、なんかそんなことができるんかなと思うと、どうもそうでもないみたいで。追跡調査をしながら、調整をしながら、その人に合った補聴器というのが必要になってくるというんですけれども、そういうことは考えておられますか、追跡調査。原告副主部長。特に追跡調査というのは考えてはおらないんですけれども、例えば18歳 の、補助の分をお聞きしたんですけど、お話したんですけれども、だいたいあれ、耐用年数5年ということで、だいたい5年に1回ぐらいはですね、皆さん更新をされておりますので、そのあたりでこう対応できているのかなというふうに考えております。また、聴力の難聴というのが、いろんなこう影響が出てくるというのが、もう今回、いろいろと調べながら勉強させてもらいましたので、またぜひ今後の検討をしていっていただきたいと思います。各自治体もいろんな支援制度が広がってきてありますので、いつも言うように、近隣の情勢を見ながらではなくって、辰野市が率先して、そういうことを、取り組んでいけるようにお願いをしたいと思います。で、誰もが高齢者になり、いろんな機能の衰えが生じます。難聴は気づかないまま過ごされることが多々あります。健康診断に聴力検査を取り入れ、言語聴覚士などによる相談体制の整備も必要です。認知症予防の観点からも、補聴器の助成制度を創設するよう求めて質問を終わります。ありがとうございました。